おはようございます。隣山本です。今ですね、1月29日日曜日の12時半です。はい、ちょっとなんか、11時半過ぎぐらいまで寝ちゃってて、慌てて起きてね、家出てきました。はい。今日はベビーメタルのライブの2日目ということで、まあ、昨日見ての今日なんですけれども、なんか今日の方が、始まるのが昨日より1時間ぐらい早いので、ちょっとね1時間早かったなと思って、まあ急いで行ってる感じです。はい、というわけで、まあ今日もね楽しんでいこうかなというふうに思います。はいはい、ということで今海浜幕張着いたんですけど、ちょっと今日何も食べてないので、まだとりあえずどっか入って何か食べようかなと思います。なんかケンタッキー行きたいなと思ったんだけど、ケンタッキーなかったから、まあ、今ちょっとこれ仮メッセと反対方向歩いてるんだけど、なんか食べれる場所、なんか食べたいものないかなっていう風に探して、まあ、空いてるところでね行こうかな。お、待って、焼肉高通り来やんじゃん焼肉高通り来やんじゃん。まあ行かないけど、はい、というわけで、まあなんかでなんかご飯食べます。なんか結局方面歩いててもあんま食べたいものなかったから、素直に仮メスの方来たんですけど、ここのね、ここのなんかサンマルクカフェってあるじゃん、その横のなんか入り口からのところにいっぱいレストランあるっぽいんで、そこでなんか食べようかなっていう風に思います。はい、はい、ご飯食べ終わったんでね、まあ、もうそろそろ開場時間になると思うので、幕張メッセの方に歩いていこうと思います。昨日ちょっとだけ道迷ったんだけど、もう今日大丈夫、うん、っていうか昨日の行ってきた動画編集するときに普通になんか幕張メッセこっちっていう矢印があったのに、普通に真逆の方に進んでるっていう。そう、これここに幕張メッセこっちって書いてあるから、まあ、この通りに進んでいけば大丈夫かなと思うんで向かおうと思います。はい、はい、というわけで今ライブが終わりました。どこから喋ったらいいのかちょっと情報量多すぎてわかんないんですけど、ちょっと中でちょうど昔からよくコラボしている、ハローアイチャンネルさん、アイちゃんがもう同じブロックだったんで、なんかいろいろとお話とかして、まあ、今も一緒にこんにちは、はい、いや楽しかったですね。楽しかったですねリターンズでしたね、なんか、はい、始まる前にいろいろと、まあ、僕はちょっと昨日見て知ってるからネタバレしない、ネタバレ絶対するなって言われてたんでネタバレしないように喋っててで、ライブ終わってからいっぱい喋りたいことあったから、ライブ終わったらいっぱい喋りましょうって言って、そうライブ終わってからもう20分ぐらい経ってるんですけど、まだ何も喋ってないっていう、なんかちょっと放心状態になっちゃって最後ちょっと情報量が詰め込まれすぎちゃって、そうそうそう、会場出るあたりから、ポカーンみたいな感じで、ちょっと終わってからした会話が、なんかクロークいくんで、あ、わかりましただけっていうちょっと無言でしたよね。そう、もう
いやーどうでしたとりあえず待ってなんかライブの中身どころじゃないですよね今、うん、とりあえず、まあ、もうネタバレというかもう全然しゃべっていいです全然しゃべっていいで す, いいです。多分これ今日の夜10時ぐらいに上がるんで、あ仕事が早いですが、いやどっから話します。とりあえず、はい、4月の1日と2日にライブがあるっていう、ピアアリーナで、あれ調べたらみなとみらいですね。あですかね、みなとみらいであるの、はい、でなんか申し込みが最短で明日から始まるみたいな。えあそうなんだ。そうなんか The Other One入ってる人が入れる The One の選考があって、うん、あはい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 、僕には権利がないんですけど、うんうんうん、それの申し込みがなんか めっちゃ細かくある、よくまだ整理してないですけど、全然見てないから明日、いやそう、それがさ近いっていうね、そうもう4月1日2日だから、一応ライブ始まる前に2人で喋ってたのが、うん、なんか海外ツアーを今年多分やるんだろうね、うん、で年末とか12月11月あたりにどっかのアリーナで最後あればいいねって話をしてたら、4月っていうなんか近っていうかちょっと一回なんかさ、なんだろう、いや別にこれ全然文句じゃないんですけど、余韻に浸らせてくれないっていうか、ここまで散々何もなかったのに全然余韻に浸らせて畳みかけてくるやん、くれないなっていう。そうね、まあ行くしかないですねそこは。はい、そこで3人目が、3人ってかモコちゃんで会ってほしいけど、ここまで来たら、うん、なんかいきなりなんだろうな、そうライブの一番最後にそっから話さないと、そうライブ見てない人そっから話さないといるから、はい、なんて言ったらいいんだろう、最後、うん、コビンがこう棺桶みたいなやつのやつが2つまず出てきて、はい、でそこにスーちゃんとおばあちゃんが向かってって、そうそうそう、そこに入るみたいに言ってた。そう、昨日まではあのはっきり言ってライブの内容も全部そこは一緒、うん、完全に一緒なんですよ、そこまで、そこで終わったってこと、そこで明日に続く、はいはいはい、で今日はそこからさらにそのなんて下からもう一つの棺桶がせり上がってきて、そう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 、3つになったんですよね。そう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 、で3人目も下から来ましたっけ、出てきた、はい、競り上がってきて、ただ後ろ姿、はい、でなんか光も当たってるからシルエットだけみたいな感じで、そうそうそう、誰かっていうのは分からなかった。もう今頃特定班が動いてるのかもしれないけど、うん、けどアベンジャーズの髪型ではなくて、うん、ちゃんとツインテールの、ツインテールで、まあ、ちょっとその私が見た感じ、なんかモアちゃんとかユイちゃんが、うん、前はユイちゃんもやってたようなツインテールとはちょっと違う形に見えたけど、はい、まあ、でもあれはツインテールではあったと思うんですよね。お団子みたいな感じではなかったですね。はい、ちょっとすいません、そこまで細かく見なくて、ただなんかツインテール、ツインテールって何種類もあるんですね。ツインテール一種。私だって三角色があるみたいな感じですけど。アンミカみたいな感じになってて。いや、私もそこまで見えなかったんですけど、はい、ちょっと髪がストーンってしてるようなツインテール、あまりふわってしてないようには見えて、はいはいはい、まあまあ、うん、とりあえずでもツインテールの人が上がってきて、で終わって、終わってライブありますよっていうのがエンディングが流れて、そう、その時のお告げでなんか新しいベビーメタルが誕生するみたいな、すごいなんかニューボーンみたいなことを強調してたから、もうこれはニューメンバー、終わりであり始まりであるみたいな、ニューメンバーは、まあ、まあニューメンバーがいるっていうのはまあもう 100% 確定でいいですよね、あれは。いいと思います、いい、ね、うん、あそこまで言ったから、いやー、うん、なんかいや、そこまでの13曲ぐらい何だったんだって感じになっちゃった、うん、楽しかったですけどね、普通に楽しかったし、はい、結構過去の曲が多くて、あ、そうそうそう、まあ、新曲を私はもしかしたら2、3曲、うん、まだ未発表曲が、まあ、2、3曲はないかな、2曲ぐらい入ってくるかなと思って、はいはいはい、1曲入ってきました、
あのライト&ダークです。ですよね。はい、モノクロームの前。モノクロームの前。そう。はい、それとあと最後。あ、そっかそっか。ザ・レジェンド。2曲あったわ。はい。ザ・レジェンド。あとはなんかもう普通に武道館の内容に新曲が混ざりましたみたいな。そんな感じでしたね。ですね。はい。とまあちょっと。まあ、いっぱい話すことあるんですけど、ちょっとここら辺にとりあえずしといて、まああの、アイちゃんのチャンネルの方でいろいろと、いいんですか、話すので、よかったらそっち見てください。はい、というわけで、まあ、この後ちょっとアイちゃんのチャンネルの方の動画を撮って帰って寝ます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。お疲れ様です。今、ルナイヤモンド私ですね、あの東京駅まで帰ってきました。まあ、ここからね、あのまた電車乗り継いで最寄り駅に帰るんですけど、あのまあ京王線ね、あのずっとあの愛ちゃんと、ベビーメタのね今日のライブとか、まあ、これからどうなるのかみたいなね、あの話をして楽しかったです。まあ、なかなかあのメイトの人が知り合いにいないから、メイトの人とねこんなに長時間話すことないからめっちゃ楽しかったです。はい、というわけで今から帰ります。なんか疲れました本当に。昨日はねまだそのライブ終わった後にそのどの曲のどれがこうみたいなことをね振り返る余韻に浸る時間があったんですけど、今日は何もないんで、もうなんか情報量がいっぱい入ってきすぎてて、まあ、とりあえずその4月のねライブを当てたいなということと、まあ、3人目が誰なんだろうとか、まあそんな頭の中です。というわけで今から帰ります。はい、どうしよう、あの一応感想動画ベッドを撮るかどうか迷ってるんですけど、まあ、撮ったらあげます。まあ特に新しく喋ることないから撮らないかもしれないんですけど、はい、というわけで暗いね、暗いな、ちょっと明るい場所がもう夜だからしょうがないんだけど、まあというわけでお疲れ様でした。皆さんおやすみなさい。はい